見たことある？見たことありますよ、それはもちろん。めっちゃなまってるじゃん。奄美大島から来ました。さあ、ファイヤー、ファイヤー、フォローしてる？フォローしてますよ。フォロワーさん限定ルーレット、止まったとこのやつプレゼント。クジラ引きましたよ。レッツゴー。クジラ、クジラ行ってください。奄美大島はホエールウォッチング有名ですよ。あ、そうなの？はい。奄美大島はどこにあるの？鹿児島の離島っすね、うん、へー、島の人なの？はい、めちゃめちゃ島っす。え、何しに出てきたの？あ、大学っす。へえー、聞いても分かんないから。何大学？名古屋芸術大学ってとこなんですけど。絵描くの？いや、全くっす。教育学部っす。将来の夢は先生？将来の夢はビッグになることっす。これバズったらやばいな。そしたらその就活とかに影響しませんかね。悪い意味で、あの子変なやつだみたいな。あ、そうか、先生になるのか。はい。採用試験の面接官、あれ、これこいつ見たことあるぞとか言ってふぅ。島とかで、はい、何パーセントぐらいの子が出るの？ 90% ぐらい。あ、出んの？はい、ほぼほぼ出ます。ほぼほぼ出て、結構戻るの？あ、戻る人たちもいる。へぇ、じゃあいつ来たのこっちに？え、1週間前ぐらいです。1週間前来たの？はい。うお、どう？ホームシック？いや、めちゃめちゃ都会すぎてビビってます、ここが。やべえ。やばいっす。やべえな。最高だ。最高っすね、ほんとに。最高、出会えてよかったよ。オッケー、完成。マジかっこいい。ファイヤー。